先週始業式を迎えた那覇市立城東小学校、新学期のワクワクといえば、これから皆さんが一番楽しみにしていると思います、校長先生による新学期2回目の先生の紹介を今からします。2年2組池原仁先生、はい、式典の静寂を歓喜に変えたのが教員2年目の池原仁さん、29歳。仁って言います。はい、1年間よろしくお願いします。今日実はテレビも来てまして、先生スポーツを学校のない日、土日とかスポーツをやってて、トライアスロンをやってます。泳いで自転車乗って、その最後走るっていう競技をやってて、池原さんが熱中しているのは去年始めたばかりのトライアスロン。多忙な教員生活を送る中、競技を始めたきっかけは驚きのものでした。もっと勉強したい人がここにいますね。全然違う。冬の国民大会、国民体育大会といって、沖縄県の代表としてね、他の福岡だったり東京だったり北海道だったり、そういった各県の代表が集まった大会に、ね、出て冬スキーしてきました。北海道の大学を卒業した池原さんはスキークロスカントリーの県代表国体選手。トライアスロンには冬場のスキーに向けた体力向上という狙いもあります。自分の職場の小学校まで行きます。距離は、15キロぐらいですね。大会までは今週日曜日なので、今日が木、金、土、あと3日ですね。行きます。出勤時間を早め、朝の時間をトレーニングに充てる池原さん。北谷の自宅から首里にある城東小学校までおよそ15キロ。3日後に石垣で行われるトライアスロンの大会に向け調整しながらの出勤です。朝も時間、車少ないので思ったより早く来れました。好きなこともやりつつ、仕事もスポーツも全力出し切れたら最高だなと思ってます。平日の仕事終わりにはトラックでのトレーニングも欠かさず行い、日曜の大会に向け金曜の退勤後すぐに石垣入りした池原さん、現地で泳ぎの感触を確かめました。迎えた石垣島トライアスロン大会2023。コースは 51.5 キロ、スイムコースは750メートルの周回コースを2周する合計 1.5 キロ、続くバイクコースは石垣島を反時計回りに1周するおよそ40キロ、最後のランコースは再びパイヌ浜町に戻り10キロを走り切ります。去年の記録を超えることが目標と話した池原さん、再び挑戦が始まります。まずはスイム 1.5 キロ、気温19度と絶好のコンディションの中、池原さんは30分14秒で通過。去年に比べ5分も速くなっていました。続くバイクもコンディションの良さを感じさせ、去年よりおよそ8分早く通過し得意のランへ。過去石垣島で行われたマラソン大会ではサブ3、 3時間切りも達成している池原さん、軽快な走りでフィニッシュ地点を目指します。結果3種目すべてで自己ベストを更新し見事フィニッシュ。最高の形で今年最初のレースを終えました。好きなことに挑戦できて、また自己ベストも更新できて最高な気分です。自分が好きなことではあるんですけど、
こういう挑戦していく姿だったり、何かこの達成していく姿を見て子どもたちにも何か、いい影響を与えられたら、それはもう幸いですね、幸せです、はい、池原仁さん29歳、教師とアスリートの二足のわらじで突き進む彼の目からは好きを突き詰める無邪気さが垣間見ました。ご飯を食べて、明日仕事がまた月曜日から始まりますので、空港に行って帰って明日の仕事に備えたいと思います。